今井の宇宙室へようこそ。今回もドルフィニストアツさんにインタビューさせていただきます。今回は、ゲートさんも言われている一切有心像という、この言葉です。一切有心像。これについて、ドルフィニストアツさんに詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。文字からいくとですね、一切有心像というのはすべての現実を、すべてを私が作り出しているっていう、まあ、意味なんですけれども、でこのすべてを私が作り出しているって言われたとき、まあ、あ、そうだなって思われる方もいらっしゃると思いますし、それは全部作ってる、いや、そんなつもりはないっていう方も、まあ、いらっしゃると思うんですけども、このゲート氏が言ってるのは本当に全部、作ってるんだっていうことなんですよね、うん、であれは作ってないとかこれは作った覚えがないとかそういう話ではなく本当に全部なんだ。でもそうするとじゃあその私っていうのが一体何なのかってことになるんだよ、ね、私が作ってるこの私は、はい、いや私作った覚えないんだってあれで誰が作ったのってなるとその大いなる私もっと自分の範囲を超えた私っていうものが、まあ、それをですね、まあ、神話と呼んだりとか、はい、まあ、本当の私って呼んだりとか、あるいは本性と呼んだりとか、源とかですね、まあ、いろんな言い方はあると思うんですけども、このすべてを荒らしめている、存在させている私ですね。それがすべてを作っているっていうようなことなんですけども、でもそうするとですね、はい、この自分が、まあ、どれだけその本性っていうか、本当の自分に目覚めているか、その自分、どれだけ目覚めているかによって、それが、あ、そうなんです、私が作ってるんですっていう意識になれるか、になってくると思うんですね。はい。うん、その本性っていうか、大いなる私っていうのは自覚できるものなんですか？そうですね、はい。うん、でこれ最初はやっぱり段階があって、はい、ま、この自我の私が作ってるものっていうものにフォーカスがいきますよね、うん、で、あ、これは私が作った、あ、そうだそうだっていうふうな理解をしていくわけなんですけども、もうこうやってやっていく中で大体問題とかトラブルが起こってくるわけですよね、自分にとって、はい、そうすると問題とかトラブルっていうのは自分が大体作った覚えがないわけなんです。そうですね、絶対嫌なものだから作りたくて作ったわけがないんですよね。で、なんでこれが起こるのって言うと受け入れられないわけなんですけども、はい、それこそこの自我が作ってるんではなく本性が作ってるっていうことになってくるわけなんですね、はい、うん、で要はこの自我に教えてあげたいわけですよね。この問題を通して何か学ぶこと、何か自分が大きくなれることがあるよ、自分が何かこだわってて受け入れられないものがあるよっていうことを教えてるわけなんですよ、はい、まあ、問題っていうものがですね、私たちの中ではどうしても起こってくるわけなんですね。で、問題っていうのは私がまあ作った覚えがないわけなんです、ね、大体そんな好き好んで問題を作ることはないので、はい、そうすると私はそれを、まあ、ノーって言いたいしそれを拒絶したくなるんですけども、でもこの自覚のこの勉強していく中ではそれも私が作っている、その問題も私が作っている、じゃあなんで作るかっていうと私が何かこだわっててその自分の中にこう狭くなっているものがあって、それを受け入れることで自分が大きくなれるチャンスだっていうことなんですね。そういう意味でその問題っていうものが私の目の前に現れてきて、気づきの何か一つみたいな感じなんですね。問題、そうですね、そうですね、うん、なのでまずその自分がその問題が来た時にどういうふうに嫌なのかっていうのをちゃんとじっくり自分が自覚すること、認識することが大切なんですね。そのどう嫌かがはっきり分かると、それがそこに自分のこだわりがあるんですね。こだわりがあるから嫌なんですね。
なので、それ、そのこだわりを次には捨てていくっていうかですね、手放していく。でもパッと捨てられなかったら、そうです、よくよく味わってそれと一緒にいてあげながら最後は手放していくっていうことをしていく。でそうやっていくと自分がちょっと大きくなるんです。要はこだわりとかで自分がどんどんこう重くなってたんですけども、はい、そういうものが手放されると軽く、まあ、本当に、まあ、重さがなくなるような感じで軽くなるんですね。でそういう感じでどん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 、まあ、自分の中で嫌だと思うこと、なんかトラブルに感じること、そういったものが来るたびにそうやって手放していけたら、どんどん自分が軽くなって、で、まあ、ある時目覚めていくってことが自然に起こってくるってことなんです。ある時自然に起こるんですか？そうですね、それはある臨界点まで来た時ですね。その手放して手放して手放していった時ですか？そうですね、はい。結局とか自分の作ってる考えが重さを生んでるっていう、だからそのそういったいろんな規定だったりとか執着だったりとか、そういったものが自分に重さを与えてるんですけど、そういうものをどん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 下ろしていった時、結局自然的に自分は軽くなるので、そうするとその本当の自分の本当の自分というのはもう軽いわけですね。本当に自由で、もうある意味重さがないというか、でそういう自分になっていく。でそれは自我、最初はね、自我っていうものだ、こう凝り固まった自我だったものがどんどんほどけていって、最後は本性そのものに近づいていく。それもね、でもすぐボンとなるわけでもなく、まあ徐々にこう広がっていくっていう、まあ感覚なんですけど、ね、その本性っていうのは宇宙意識っていうか、この全ての世界を包んでる意識ですか？そうですね、そう言えると思います。ただまあ、この最終的にある臨界点を超えていくと、この個の自分だと思ってたものも超えていくっていう感じ。はい、この自分がいなくなる、あ、いなくなるというか、超えてる感じなんですね。そうですね。この自分にフォーカスすることもできるけど、この自分だけではないっていう。ワンネスみたいな感じですか？ワンネス。そうそう、他の人と、他の人との意識は共有してるわけではないんですか？同じ意識なんですか？まあ、フォーカスしようと思えば、それはできると思うんですけども、でも、なんていうのかな。その人自身ではもちろんないんですけども、うん、でもその人の例えば観点とかそこにフォーカスをすることで同じような体験を味わうということは可能になってくる。一人一宇宙っていう説もありますけど、それとは同じというか、一人が宇宙を持ってるのか、それとも宇宙の中で一つしか意識がないのかっていう、うん、どちらなんでしょう。究極他の人だと思ってるものも結局自分だっていう、はい、いうことになってくると思うんです、うん、ただ別の目があるだけだっていう感覚ですか、うんうんうん、だから結局みんな同じなんですよ、私なんですよ、うんうん、だから結局この人の痛みも私が感じるしみたいな、そういうふうにどうしてもなってくると思います。あ、うん、なるほど、うん、でも、うん、そうですね、それは個にこだわりがなくなっていけば自然にただそうなるだけで、それが何かすごいことでもなく、あ、なるというだけだと、うん、なんかありますかね。はい、その手放すっていうことがなんか僕にとってはすごい難しいんですけど、なんかコツみたいなのあるんですか？まず手放そうとしすぎると余計にそれを結局掴むことになると思います、ね、
一番そうですね、いいのは、その自分が手放そうと思ってるものがあるとするじゃないですか。はい。そしたら、それにフォーカスを向けるよりも、忘れるぐらいにして、この自分の本性というか、もっと大いなるものを信頼していくというか、うん、そっちの方が早いと思います。これもういいじゃん、この自分はあってもなくてももっとこっちの自分の方が大きいんだからこっちを信頼しようみたいな、うん、とそうしているとこれがこっちにこだわった自分っていうものが自然にある時はあれにならなくなってるんだなみたいな、こうちっちゃくなってたりとかですね、うん、すると思います。だからこのなんていうんですか、そのこだわってる、その手放そうとするものを敵視するとダメなんですね。あ、うん、敵視するならただそこにあるだけだから、それをそのままにしてこっちの自分を信頼していく、うん、これがかちょっと秘訣ですかね、うん、なるほど。結局本当の自分の方が大きいんだし、うん、あのそんなちっちゃいことに惑わされるような私じゃないんだっていうこと、うんうん、今画面にある宇宙のような大きな私っていうふうに思うといいんじゃないですか。わ、うん、分かりました、うん、本質の本当の自分っていうのはまあ、よく、ね、皆さんおっしゃるようにですね、本当に愛にあふれた、あとまあ信頼とかですね、あとすごく安心感、あと平和とか、そういったものが普通にあるような自分自身っていうものが、うん、ありますので、まずそれを知識で知ったら、それを今度信頼していくこと、そういう本当に愛の愛、溢れた自分っていうのがいるんだっていうことを腑に落としていく、いやこの辺にこう浮雲のようにそういう知識があるものを本当に自分の体験として持ってくる、例えば許せないものをちょっと許してみることによってその愛っていうものを本当に体験していくみたいな、それがとても大切だと思う。どうしても許せないことばっかりにフォーカスするとその愛なんて とても信じられないと思うんですよね、はい、それを本当に自分の日常に持ってくる、その生活にこう下ろしてくるっていう、ちょっとこれは努力になると思うんですけども、そうすると自分っていうのは自然に、まあ、大きくならざるを得ないと思うんですね。わかりました、うん、はい、まあ、その辺をちょっと意識していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。